あなたは自分に執着を向けてくる相手に恐れを抱いたことはありませんか？遡ること14年前の2009年8月15日、アメリカカリフォルニア州ブエナパーク。ひどいな。これじゃ身元を特定することもできない。午前7時頃、マンションのゴミ捨て場で発見された女性の遺体を前に、警察は思わず顔をしかめました。スーツケースに詰め込まれたその遺体はめった刺しにされた見るも無残な状態。さらに歯や指が取り除かれており、身元特定を困難にする隠蔽工作が徹底されていたんです。完全犯罪を目論む犯人の用意周到な犯行手口に、捜査は完全に行き詰まってしまうかに思えました。しかし意外なことに、なんと遺体発見からわずか3日で女性の身元は明らかになります。身元特定の決め手となったもの、それは女性の体の中にあった包協用シリコンだったんです。容姿が判別できないほど無残な姿で発見された女性の遺体、包協用器具から明らかになった驚愕の真相とは？犯人にとってその女性とは人生で唯一手に入らない存在だったんです。おさす。一定ラインの値段超えるとうまさの差分に気づかない育ちの悪さ、ケンちゃんです。何の話をしてるの？みんな夏休み何してるの？ユミコです。バレーボールだろ。あんた夏の風物詩の感覚おかしいで。ビーチバレーってこと？長岡花火大会だろ。別に長岡じゃなくてもいいんだろうけど、花火大会行きたいわね。確かに長岡花火大会行きたいわ。それ前言ったからいいわよ。言ったっけ？前言ったわよ。撮影の前でしょそれ。よ？え？言ってない。言ってたかどうか確認してください。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で起こった殺人事件について。犯人は被害者の遺体にあらゆる手で隠蔽工作をするんですが、被害者が女性っていうところがあって、ヒントがまだ残っていたんです。どういうこと？女性特有の体の特徴ってどういうこと？女性は一体どのような状態で殺されていたのか。遺体の様子には自分の名誉を守りたい犯人の思惑がありありと現れていたんです。恋に溺れた男。遡ること14年前の2009年8月15日、アメリカカリフォルニア州の都市ブエナパーク。午前7時、マンションのゴミ捨て場を訪れた男性は不思議そうにつぶやきました。もったいないな、まだ使えそうじゃないか。男性が見つめていたのはゴミ捨て場に置かれていた真新しいスーツケース。とてもゴミとは思えないその様子に、男性は思わず手を伸ばします。すると、重いな。スーツケースの異様な重みに違和感を覚えた男性はそのスーツケースをどうにかゴミ捨て場から引っ張り出し、中身を確認することにしました。するとその中に詰められていたのは女性の惨殺遺体。うわー！悲鳴を上げ飛びのくようにスーツケースから離れた男性。その後警察の捜査が進むと、犯人が女性をめった刺しにした理由もすぐに明らかになるんです。周到な隠蔽工作だな。そう、女性はただめった刺しにされただけではなく、指や歯など身元特定の手がかりとなる体の部位を全て取り除かれていたんです。ひどいことするわね、ほんとに。これ遺体からさ、身元判別できないんだな。他に判別できる方法なんてある？まあ遺体のね、そばにあるものから身元を特定するってのは想像つくじゃないですか。免許証とかね。そういうのがなかったとしたらどうやって特定するの？そもそもできんの難しいんじゃねみたいな。わからないしいこと知らんわな。というわけで本日のメトラキーワード、遺体の身元確認について。遺体の身元確認は通常個人の知人2人以上と警察官、病理学者の立ち会いのもと行われます。ただしこれは遺体の見た目や所持品などから身元の特定が可能な場合のみ。所持品もなく遺体の損傷が激しい場合は知人の立ち会いによる身元確認は困難とされ、より科学的な捜査手法が取られます。遺体の損傷が激しい場合の一般的な身元特定方法は DNA 鑑定や指紋、歯科記録の調査など、このほかほくろやシミ、古傷、年齢による皮膚の衰えなどが手がかりになることも。身元特定の手がかりは遺体のあらゆる部分に存在しているんです。今回の事件の場合 DNA サンプルもなければ指紋を調べたり歯科記録をたどったりすることもできず、遺体の身元特定は極めて困難だと考えられました。この女性は一体何者で、なぜ殺害されなければならなかったのか。その事情を知るためには一人の男の人生を振り返る必要があるんです。事件の約5ヶ月前の2009年3月、ミーガン、僕こそが君を幸せにする男だ。ケーブルテレビ局 VH1 が放送する恋愛リアリティショー、ミーガン・ウォンツ・ア・ミリオネアのワンシーンでそう口にした男の名はライアン・ジェンキンス。ライアンが見つめる先には、ブロンドに輝く美しい髪に抜群のプロポーションを併せ持った人気モデル、ミーガン・ハウザーマンの姿がありました。番組の趣旨は、億万長者の男性との結婚を望むミーガンをめぐり、純資産1億円以上を持つ17人の独身男性が競い合うというもの。純資産産3億円を持つライアンもこの番組の参加者だったんです。持ち前の野心を武器に不動産投資の世界で成り上がってみせたライアン、引き締まった体に端正で清潔感のあるルックスも合わせ、彼は他の参加者より一歩リードしているような印象を視聴者に与えていました。そしてミーガン自身も参加者の中でライアンが一番魅力的だと感じていたんです。2人は番組外で密かに携帯番号を交換。ライアン、私は必ずあなたを選ぶわ。ミーガンから送られてくるそんなメッセージにライアンは彼女と幸せになれることを確信していました。俺はもうライアンの一人勝ちなんじゃないの？メッセージの内容からしてさ、もう付き合ってるみたいな雰囲気じゃない？そうなんですよ、でもね、この番組の展開、視聴者の思うようには進まなかったんです。その後も番組は順調に撮影され、2009年3月16日、場面はいよいよ残り3人の男性からファイナリストを選ぶシーンに差し掛かります。彼女は絶対俺を選んでくれる。そう確信していたライアンは誇らしげな表情でミーガンが男性陣の前に現れるのを待ちました。そして間もなくミーガンが3人の男性の前に登場。セクシーなドレスに身を包んだ彼女に頬を緩めて目配せをするライアン。すると次の瞬間、彼女はこう口にしたんです。ファイナルに進むのは TJ、そしてシャレイの2人でお願いします。自分の名前が呼ばれなかった事実を受け止めきれず呆然と立ち尽くすライアン。しかしミーガンがライアンを気に入っていたことは紛れもない事実でした。ただ他の参加者より目立って魅力的だった彼がミーガンと結ばれる展開は視聴者の予想通りすぎて番組として面白くないんです。そこでスタッフはライアンをファイナリストから外すようミーガンにアドバイスを行っていました。こんなこと言ってちょっと怒られるかもしれないけど、これはもうテレビあるあるなんじゃない？まあそうですよね。これ演出っていうのかやらせっていうのかわかんないですけど、リアリティショーじゃねえじゃんみたいな、まあそうね、やらせじゃんみたいなね、なんとなくそう持っていくみたいな。まるまるジャーニーって番組とかでもさありましたよね、まあ難しいんですけど、何が作り物かとかね考えながら皆さんもねテレビとかネットも含めてですけど見るといいんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、こんな感じで番組の視聴者の予想外の展開を迎えるんですけど、実は番組だけが予想外の結末を迎えたわけではないんです。実のところミーガンは番組の進行上ライアンを選ばなかっただけで、プライベートではまた彼に会いたいと思っていました。そして番組の撮影から数日後、ミーガンの元にライアンの方から連絡が入ったんです。ライアン、番組で言ったことは本心じゃないの。ミーガンはここぞとばかりにそうやってライアンを選ばなかったことを弁解しようとしました。しかし、いいんだ、実は君に伝えたいことがある。そう言ってミーガンの言葉を遮ったライアン、次の瞬間彼はまるで嘲笑うかのような態度でこう口にします。実は俺、別の女性と結婚したんだ。あまりの急展開にあっけに取られるミーガン。それもそのはず、ライアンは番組が撮影された3月16日の2日後にはすでに別の女性と結婚していたんです。あの日番組の撮影を終えたライアンはミーガンに選ばれなかった鬱憤を晴らそうとカジノへ出かけました。そこで出会ったのが雑誌「プレイボーイ」などで人気を集めていたモデルジャスミン・フィオーレ。ミーガンにも負けないプロポーションと美貌を併せ持つ彼女にライアンは一目惚れ。一方でジャスミンもルックスと富を兼ね備えたライアンを気に入り、2人はそのままの勢いで結婚してしまったんです。この後ライアンはMegan Wants a Millionaireと同じ VH1 の番組 I Love Money 3にも出演。世間からの多大な注目と美人妻を手に入れ、まさに幸せの絶頂を迎えることになりました。しかしメトラの皆さんもお察しの通り、ライアンはこの後殺人事件の犯人となってしまうんです。殺害されることとなる女性は果たして誰なのでしょうか。振られた2日後にさ、別の女性と結婚とかさ、もうミーガンへの当てつけとしか思えないわよ。まあそうですよね。じゃあもしかしてライアンはそのミーガンへの恨みで事件を起こしちゃうとかってこと、ここがねどうなんでしょうかというところなんですけど、そもそも事件に至るまでのライアンの動向をたどってね見ていきたいと思います。殺意の芽生え。ジャスミン、絶対に俺はこのゲームに勝ってみせる。そして約束した通りの人生を俺たちは送るんだ。2009年6月、ライアンはアメリカの自宅を離れ、メキシコ・コリマ州の都市マンサニージョから妻のジャスミンへ電話をかけていました。彼はテレビ番組 I Love Money 3の撮影でメキシコを訪れていたんです。I Love Money 3は25万ドルの賞金をめぐり、参加者たちが抜き打ちで様々なゲームに挑戦する趣旨の番組。ライアンがこの番組への参加を決めたのは、妻ジャスミンのためだったのかもしれません。実は妻のジャスミンはモデル業を務める傍ら、パーソナルジムの事業を展開しようと考えている野心家の女性。ライアンはさらなる資産を手に入れ、彼女の事業を支えようと考えていたのではないでしょうか。なるほど、なんかお互い野心家でさ、すっごい気が合いそうに見えるけどね。結婚のきっかけはともかくさ、結婚生活うまくいきそうに見えるけどね。そうは見えていたんですけど、夫婦を取り巻く環境は一変してしまう。番組の撮影は8月上旬に終了。そしてなんとライアンは宣言通りに勝ち進み、優勝賞金25万ドルを見事持ち帰ってみせるんです。さらなる資産と有言実行による自信を手に入れ、ライアンとジャスミンはより幸せな新婚生活を送っていけるように思えていました。しかしライアンがロサンゼルスの自宅へ戻ってすぐの2009年8月15日、大変なんです、妻が行方不明になりました。血相を変えて警察へ連絡してきたライアン、なんと妻のジャスミンが突然姿を消したというんです。この日の2日前、夫婦はサンディエゴで開かれたポーカーの大会へ出場。次の日の夜、ライアンはロサンゼルスの自宅へ妻ジャスミンを送り届け、彼自身はそのまま出かけたというんです。しかしその後、ライアンが帰宅するとジャスミンの姿はなく、翌朝になっても連絡がつかないため、慌てて警察へ連絡してきたんです。これライアン確実にやってるわよ、でもこれ夫婦仲うまくいってたように見えたんですよ。なんでそうなるの？完全にそれね、表向きだけだったんです。メキシコでの撮影期間中、毎日のように妻ジャスミンへ電話をかけていたライアン。妻を常に気にかけ、彼女のために優勝賞金を目指すその姿はいかにも愛妻家のように見えていました。しかし実は夫婦間の会話は明るいものばかりではなかったんです。昨夜はどこへ行ってたんだ、誰と会ってた、どうして電話に出なかった。電話をかけるたびしつこく妻ジャスミンの行動を詮索するライアン。そう、実は彼女には夫ライアンの他にも異性の影が見え隠れしていたんです。ライアンと結婚する以前、ジャスミンには真剣に結婚を考えていたトラビスという恋人がいました。2人は随分前に破局したものの、ジャスミンはライアンと結婚した後も変わらずトラビスと連絡を取り続けていたんです。そんな妻の行動を不審に思ったライアンはジャスミンのメールを盗み見したり、外出中の彼女を尾行したり、日に日にその行動をエスカレートさせていきました。そしてメキシコでの撮影が始まる直前の2009年6月上旬、ついに夫婦関係を最悪なものにする事件が起こってしまうんです。俺を騙してたのか。その日、ラスベガスのとあるホテルへ鬼の形相で乗り込んできたライアン。彼の目の前には驚いた様子の妻ジャスミンと見慣れない男が立っていた。そう、この日ジャスミンはライアンには何も告げず、元彼のトラビスと会う約束をしていた。ライアンは不自然な受け答えをする妻を怪しみ、このホテルまで尾行してきたのだ。つけてたの？ありえない。おかしな行動をとっているのはジャスミンの方だったが、激しくまくし立てる夫のその様子に彼女は苛立ちを募らせていた。そして、分かったわよ、じゃあ彼とどういう関係かはっきりさせてあげる。そう言うとジャスミンは隣にいたトラビスと濃厚なキスを交わした。お前ってやつは本当に。あまりにも身勝手な妻のその振る舞いにライアンの怒りはもはや限界まで達していた。この後ライアンは怒りに身を任せ、妻ジャスミンを力いっぱい殴りつけました。ジャスミンはその勢いでそばにあったプールへ落下。この一件でライアンは家庭内暴力の疑いで訴訟を起こされることに。結局ライアンがメキシコでの撮影から帰国した8月に2人はもう一度話し合い和解。サンディエゴのポーカー大会に出場したのは仲直りのための旅行のはずでした。しかし、なんでここからライアンジャスミンを殺しちゃうの？ジャスミンにも非はあるけど、暴力で解決するのは最悪じゃない？自分は全て持ってるって思ってる男ほど女性2人から振られてプライドが傷ついたんじゃないのかなと思いますよね。ただ警察はまだ遺体の身元を特定できていないんです。ここから事件はどのような結末を迎えていくんでしょうか。唯一の手がかり。2009年8月13日、ライアンとジャスミンはサンディエゴのホテルで開催されたポーカー大会に出場。深夜、会場を後にした夫婦はそのままナイトクラブでお酒を飲むことに。しかし2時間後、宿泊先のホテルへ戻ってきたのはライアン1人だけ。この日の夜から翌日までの間に犯行が行われたと考えられます。そして迎えた8月15日、大変なんです、妻が行方不明になりました。彼はそう言って警察に行方不明届を提出。最初に説明したようにジャスミンの遺体には徹底した隠蔽工作がなされていたため、ライアンは絶対に犯行が明るみになることはないと考えていました。しかし実は遺体発見から3日後の8月18日、司法解剖の結果、ジャスミンの身元はあっさりと特定されることに。そう、ライアンは一つだけ決定的な証拠を見逃していたんです。それはジャスミンの包協用シリコン。包協用シリコン、そんなもので身元特定できんの？人の体に入れるものとはいえ商品なんで、どこでどう販売されてるのかっていうところを追うのは実はそんなに難しくないんです。ジャスミンの胸に入れられていたシリコンには製造過程でシリアルナンバーが記載されていました。そのシリアルナンバーをたどれば購入者が誰かを調べるのは容易なことでした。こうしてジャスミンの身元が明らかになると、ジャスミンと揉めていた経緯も踏まえ、警察は迷わずライアンの逮捕状を発行。ニュースは瞬く間に全米を駆け巡り、第3話まで放送されていた恋愛リアリティショー Megan Wants a Millionaire も放送中止となります。一方で警察の動きを予測したライアンはカナダ・ブリティッシュコロンビア州へ逃亡。そして2009年8月23日の朝、なかなかチェックアウトしないライアンにしびれを切らしたオーナーが客室を見に行くと、彼はそこで自ら命を絶っていたんです。ライアンは自身のノートパソコンにこんな遺書をしたためていました。ジャスミンのことを本当に愛していた。でも彼女の異性関係のだらしなさにはもううんざりだ。父さんや母さん、その他の家族には迷惑をかけてすまないと思っている。その遺書は根っからの悪人には思えない彼の人柄を物語っていました。若くして莫大な富を手に入れ、テレビ出演で世間からの注目を集めたライアン。そんな中でもただ一つ手に入れられなかった女性への執着が彼の人生を狂わせてしまったのでしょうか。